サッカーはシンプルだ。この番組はバルサ好きハッシーノとミラニスタタイプとサッカー弱者のセラビがフラット3のフォーメーションで主にサッカーについてお話しする番組です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は一人の選手にフォーカスしてお話をしていきたいんですけれども、橋野さん、はいはい、どの選手をお話ししていただけますでしょうか。そうですね、僕が大好きな、まあ、日本で一番好きな選手、いや世界なのかな、ちょっと一番は分かりませんが大好きな選手です。その選手とは、はい、小野伸二選手です。小野伸二知ってます。小野伸二有名ですよね。はい、有名ですよね。ですよね、ね、ですよね。世代的にはもう僕世代一つ、僕の一つ下になるんですけどね。うーん、ちょっとまあベテラン、はい、そうなんですよ。なんですけど、もう大好きで本当に、ただそんなに別に好きやからってめちゃめちゃ詳しいわけじゃないんで、ちょっといろいろ調べながら思い出しながら喋ろうかなと思ってるので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。セラビさんも知ってますよね、小野伸二。はい。顔も知ってますし。ああ、はいはい。あ、でも、それ以外何も知らないかもしれないです。そうね。チームとかも知らない。そうですね、日韓ワールドカップの時は見てましたっけ。日韓は、はい、見てました。その前のフランスは見てたっけ。見てないです。日本が初めて、あ、そうかそうか、そうですね、日本が初めてワールドカップに行ったあの時に、うんうんうん、日本代表でワールドカップに出た、18歳でね出た選手なんですけど、ちょっと幼少期から順を追ってお話ししていこうかなと思ってるんですけど、はいはい、まず、まあ、有名な話で言うと、あの小野伸二、うん、静岡出身なんですけど、うん、10人兄弟なんですよね、うんうん、彼10人兄弟の何番目でしょう。はい、第1問出ました。10番目。おお、タイク君知ってます。僕知らないです。ああ、あの10人っていうのも知らずに、うんうん、あの兄弟がいっぱいいるっていうのは知ってたんですけど。ああ、そうやね、うん、そうそうそう、そうそう、6番目なんですよね。ほう、はい、真ん中ぐらいですね。そう、真ん中ぐらいで、うんうん、お兄さんが4人、お姉さんが1人、で弟妹が2人ずつ。小野伸二の字って漢数字の2ですよね。ああ、すごいいいとこ気づきましたね。うーん、なんかね、僕もねこれ調べててというか、うん、なんか、うん、お母さんが、うん、ね牧伸二やったかなのファンかなんかでつけたかなんかやった気がします。え、牧伸二サッカー選手ですか。いや、全然全然、ね、歌手かな、なんか俳優かな、なんか好きな俳優さんの名前つけるのよくたまにありますよね。あ、そうそう、昔は多分よくあったんやと思うけど、そうなんですよ、6番目やけど真嗣ですね。6番目に好きな俳優さんだったんですかね。いや、どうなんでしょうね、それはちょっとお母さんに聞かないとあれやけど。そうそう、すごいな。そうなんですよ。で、あの、まあ、母子家庭やったらしいんですよね。で、団地で、まあ、家族みんな暮らしてたらしいんですけど、うん、まあ、母子家庭で10人兄弟やったら、まあ、そんな裕福ではないかなっていう想像はつくと思うんですけど、うんうん、まあ、小野伸二もそうやったらしくて、サッカーはちっちゃい頃からボールずっと蹴ってたみたいなんですけど、なんかサッカーチームに入りたいってやっぱお金のこととか家のこととか考えたら家出せずに一人でずっとボールを蹴っているような子供やったらしいんですよね。
で、その当時小学、3年生の時に、うん、校庭で、ボールを蹴ってたんですよ、一人でね。で、その小学校に、新しくサッカーチームを作ろうという話がちょうど出来上がってた頃で、うん、なんかそれも、鍵っ子対策、鍵っ子対策でチーム作ってくれみたいな依頼を、なんか若い先生が、はいはい、新任の先生かな、なんか言われたらしくて、うん、まあ、あんま乗り気じゃないけど、作りましたっていう状態やったみたいなんですよね。うん、で、まあ、その時の監督というか、コーチが、その校庭で一人でサッカーボール蹴ってる小野伸二見つけて、うん、めちゃくちゃやばいと、こいつなんやってなって、ちょっと一緒にやろうぜって言って声をかけたのがきっかけなんですけど、うん、なんかやっぱりそのお金のこともあるから、小野伸二的には、小野伸二って長いな、伸二的には、まあチームに入りたいと言えなかったんですけど、そのチームのコーチが、まあ、お金いらないから入ってくれみたいな感じで、うん、スカウトっていう感じになったらしいんですよね。いい、それが沼津 FC、うんうん、そうなんです。だから、まあ、変な話、その人が声をかけなかったら小野伸二は誕生してない可能性ももちろんあるというレベルの。そうですよね、うん、うん、そうなんですよ。で、その沼津 FC というところでサッカーを始めたんですけども、圧倒的に上手いので、うん、もうすぐにチームの主力になって、うん、なんかあのコーチと一緒に子供たちに、そのチームの子供たちにサッカーを教えて、サッカー教室みたいなをやったりするぐらいの、まあ、圧倒的な上手さやったらしいと、うん、当時はもう天才天才すごいやつがいるっていうので、まあ、当時からすごく話題にはなってたらしいです、静岡で。なるほど。まあ、静岡はね、サッカー王国、あ、その概念ありますか、静岡がサッカー王国ある、かつてそうだったっていう感じのイメージですね。ああそうですよね、そうそうそう、ちびまる子ちゃんで出てくるので。あそうか。そうでした、そうでしたね、そうそうそう、なんです。なんでそのサッカー王国で天才と言われるぐらいの選手だったんですけど、うん、まあ、でもチームはそんなに強いチームではなかったので、まあ、ずっとその勝ち続けるようなレベルではなかったらしいんですけど、当時同い年に、あのこれも日本代表の高原直弘選手、うん、知ってますか、はい、知ってます。おお、高原坊主の、うんうんうん、あ、そう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 、高原選手も同い年で、まあ、近くの静岡の近くの町にいたんですけど、うん、まあ、当時で言うと小野伸二よりも、まあ、もっとえぐいやつという認識でしたらしいです、うん、なんか身体能力的にね、あ、そうですね、恵まれてそうですね、体的にはね、うんうん、うんうんうん、ごついですもんね、わかりやすさ的にも、わかる、そう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 、で、なんかもうずっとその頃からライバル関係のような、お互い気にかけるような存在やったらしいんですよね。おー、でも、まあ、チーム的には高原のチームの方がもう強いから、いつも負けて終わるみたいな関係性、うんうんうん、でそんな小野伸二なんですが、まあ、やっぱり能力すごい高いしセンスもすごいので、U12 アンダー12のナショナルトレセンに行くように呼ばれるようになったと。ナショナルトレセン分かりますか、テラピさん。分からないです。ナショナルってことは国の、うんうん、あ、そうですね、日本の、うん、あ、そうそうそう、アンダートレセン制度というのが、はい、まあ、あって、うまい子集めてもっとうまくしようぜみたいな、うんうん、制度なんですけど、地区、その例えば大阪やったら大阪、京都やったら京都、福岡やったら福岡みたいな感じで、その都道府県のトレセンっていうのもあるし、それよりもっと狭い地域のトレセンっていうのもあったりして、うん、どん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 こうその中でうまい子を吸い上げていって、最終的にナショナルトレセン、日本でうまい子を集める、日本で一番うまい子たちを集める、でそこでトレーニングをして日本代表を作ろうぜみたいなのがトレセン制度なんですけど、うん、わかります、セラビさん。トレセンのトレがトレーニングで、センは何ですか。多分トレーニングセンター、トレーニングセンターか、多分そういう、そうそう、システム、なんていうんですかね、うん、そういう制度がある、制度、そうそうそう、そうですね、そうです、そうです、
各みんなチームに所属しながらトレセンの練習とかも行ったりして、はい、新しいチームを作るっていうより、なんていうんですかね、うん、塾みたいな感じです。ああそうね、教科塾みたいな感じ、うん、はい、なるほど、うん、その上手い子ばっかり集めて、それの最高峰がナショナルトレセンだと。でそこに呼ばれるように小野伸二はなりましたと。でもなんか、そこでの日本代表は落選したみたいなんですよね。あ、そうなんですね。うん、みたいですね。僕もそれはちょっと全然知らなかったですけど、うん、アンダー12では落選してたみたいなんですよね。でまあその時もライバル高原とか、まあ、他にも稲本とか、分かります？稲本潤一、はい、分かります。あ、分かります。はいはいはい、あの年代いわゆる日本代表の、ゴールデンエイジと呼ばれる、1979年生まれの優秀な選手がいっぱいいるんですけど、うん、そういう人たちと、まあ、ずっと切磋琢磨しながら、でも代表入れなかった U12 を過ごし、その後、まあ、中学校で、日本代表入りはもちろんしていくんですけど、まあ、ずっとそうやってライバルといい関係で成長を続けていたと、うん、いう幼少期、幼少期、小学生時代ですね。で中学校、うん、中学校もサッカー部がなかったらしいんですけど、うん、まあだから今やったらそんなレベルの選手が中学校でサッカーするっていうのはあんまり考えられないんですけど、まあ、当時なんで、クラブチームとかそういうことがあんまり発達してなかった。 J リーグもできてないかな、できてないので、うんうん、地元の中学校に行くんですけど、サッカー部がなかったので、おのおのために、おのしんじ、しんじのため、呼び方が統一しない、おのしんじのためにサッカー部を作ったということですね。すごいですね。だからまあずっとそうやって、なんていうんですかね、その地域の伝説を作りながら成長している印象。でその中学時代はまあ順調に成長したので、まあ、高校に行くんですけど、静岡はやっぱいっぱい強い高校があるんで、うんうん、行きたいところもいろいろあった、いろいろなところから多分声をかかってたんですけど、うん、小野伸二が選んだのは清水商業という高校、まあ、名門なんですけどね、清商と呼ばれる高校、静岡でも全国でも言う、ああ清水の清商、ああそうそうそう、ああそういうことか、はいはい、あれ大輝くん世代あんまり清商とか言わない、聞きなじみないですね。ああ本当そうか、確かに最近聞かないな、うん、僕らの年代では清商は、うんうん、超有名な、あのひろろさんのお便りにも書いてありましたね。ああ書いてましたね、確か。あすごいちゃんと覚えてる。そうなんですよ。ああ今ちょっと調べたら、うんうん、並行してますね。あそうなん、並行、うん、多分なんか合併とかそういうことかな、学校名が変わるとかかな。ウィキペディアに清商を見てみたら2013年に亡くなってます、うん、へえ、そうなんや、すごい、それは知らなかったね。あそうか、だから聞かないんかかな。あなるほど。あまあでもなんか同じところに新しく学校は建ったみたいですけど。ああはいはいはい、うんうん、でその清商、その清水商業の監督との出会いが実は小学校6年生の時にあったみたいで、なんかね小学校の試合を見に行ったんかな、その清商の試合を小学校6年生の時に、うんうんうん、でその小学校のチームのコーチが監督を見つけて、あれ清商の監督やで挨拶してこいよみたいなことを冗談っぽく、まあ、言う感じのノリあるじゃないですか、行ってこいよみたいな、うんうんうん、そう言ったら本当に本当に行って、本当に挨拶をして小野伸二ですと、清商に行きますからサッカー教えてくださいみたいなことを言ったらしいんですよね。小6で。いやだからもうやばい、やばいよね。なんかそうですね、なんかねそういう人間性がね、あのなんていうんですかね、すごくとにかく明るくて周りが常にこう引きつけられるような存在だっていうのは小学校の時からずっとそうだったみたいで、うーん、その中学校の時もなんか掃除とかやってたら、もういいから早く練習行ってこいよってみんなが言うぐらいこう愛されてたというか、
そうですね、すごいな、人間を引きつける魅力満載、うん、これがなんでなのかはちょっと分からへんけど生まれ持ったあれなのかもしれないし、うん、まあ、環境がね、あのガヤガヤした多分大人数の家庭なんで明るさは多分常にあったんでしょうけどね。あ、なるほど、うん、うん、そうですね、まあ、で清少ね、清水商業で、うん、はまあそこでも順調に、ステップアップするんですけど、選手権、うん、冬の選手権には一度も出れず、うん、静岡予選で敗退をしたので。ああそうだったんだ。そうなんですよ、最後まで一度も出れず。それだけじゃあ静岡がレベル高かったっていうことですか。そうですね、そうなんですよ。でもその、静岡選抜ってあの国体とかよく聞きません？なんかその都道府県の選抜チームを作って、都道府県対抗のサッカー大会みたいなのが、まあ、毎年やってるんですけど、そこでは静岡選抜は2年連続優勝していた、まあ、もちろん小野伸二は主力としてらしいので、まあ、本当に静岡のレベルが高かったでしょうね。なるほど、うん、そうなんですよ。でね、なんかあのその清少時代の練習ですごい、うんうん、なんか小野伸二は練習から常にこう敵がいる画像映像が見えてたらしいんですよ、その、グラウンドに。パスの練習をしてる時でも、そのシュートの練習をしてる時でも全敵がなんかいる想定とかじゃなくてなんか見えてたらしい、映像として常に見えてたらしいんですよ。だからそれを意識してるから、まあ、いつも落ち着いて試合できてたっていうのと、あとなんかね、あの清少の練習の最後に紅白戦をやるみたいなんですけど、うんうん、その時が実は11対12でやってて、うん、相手は1人、うん、小野伸二のマンマークがつくっていうありえないありえない練習をやってたみたいなんですよ。でしかもそれ相手はその一個上の先輩とかが、試合中ずっとマンマークでつきながら紅白戦をやるっていう、それぐらいの選手。あ、漫画みたいな話ですね。そうそう、漫画みたい。相手が見えていたり、そうなんよ、漫画みたいなんですよね。今漫画みたいっていう話が出たんで、中村健吾のちょっとコメントを言っておきましょうかね。うん、あ、中村健吾知ってます？知ってますか？知ってます。セラビさん、うん、あ、さすが。名前と顔は分かります。あ、顔が中村、まあ、日本を代表する、ね、中村健吾選手も、まあ、小野伸二に対してはリアル翼くんだと、誰がどう見ても性質の選手っていう風に評価してますね。うん、まあ、確かにそう、ね、一緒にプレーしたらより思うでしょうね。いや、そうそうそうっていう小野伸二高校ね、選手権出れなかったけど、まあそら J リーグほっとかないですよね。高校卒業したらどこ行くんで、うん、当時僕も、まあ、同世代なんですごい話題になったの覚えてるんですけど、 J リーグの13のチームからオファーが来たと。すげえ。J リーグのほぼ全てのチームが。逆に高校在籍時代とかは全部断ってたんですかね。あ、もうめっちゃいいこと言いますね。なんかね、まあ、当時は多分そういう高校にいながらみたいなノリはなかったのかな、多分時代的に、うん、今とはちょっと違うので。でもなんか高校2年生の時にアヤックスから練習に来てくれっていうオファーがあったみたいなんですよ、高2で。超名門ですね。まあ、それアヤックスは分かりますか？アヤックス、はい、分かります。わ、すごい、分かります。あ、すごい。チーム名ですよね。あ、そうそうそう、オランダを、うんうん、そう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 、あ、すごい覚えですけど、うん、バルサの監督が前アヤックスにもいたっていうので、クライフ、空飛ぶオランダ人、あ、はい、クライフね、はいはいはい、はい、言ってました、アヤックスって。さすが、すごい、よう覚えてますね。すごい。そうそう、そのオランダのアヤックス、オランダのチームなんですね。
育成にすごく定評のあるクラブチーム、当時あったんですけど、うん、その時に、まあ、オファーが練習来てくれって言われたけど、なんか小野伸二はなんか同世代のことサッカーをやる魅力を感じてなかったらしくて断ったらしい。あーなるほど、うん、なんかもっと上を見てたのかな。あんまり、まあ、当時は海外サッカーってそんなにこう身近ではなかったので、映像とかもね多分そうそう見れるもんじゃなかったと思うから、まあ、イメージがあんまり湧いてなかったのかもしれないですけど、その時にアヤックス行ってたら、うん、ズラタンと一緒だったかもしれないですね。あの髪と、あの髪とかぶってないか、キリかぶんないのかな。2000年とかじゃないですか。高校2年が十何歳。あ、ちょっとかぶってないか。あ、ちょっと前かな、ちょっと前かな。あ、そっか。そう、ゼラタンもアヤックスから、からというかアヤックスにいたんでね。そうだね。で、はい、そうそう。で、J リーグ13クラブからオファーがあって、で、選んだのが浦和レッズ。浦和レッズ、そう、浦和レッズです。赤い軍団ですわ、赤い悪魔。ね、その当時は原監督っていう、まあ、日本人の監督だったんですけど、その原監督が、まあ、小野伸二をどうやって生かすかっていうのを、まあ、チームとチームのコンセプトとしてもう考えて取り組んでたみたいなんですよね。その高卒の小野伸二をどう生かすか。すげーな、すごい。もう J リーグのクラブが小野伸二をどう生かすかを考えるっていうね、それがあって、だからまあ若い時から試合もずっと続けて出してもらってたりしたので、まあ、それもあって代表入りにつながったんじゃないかなって言われてますね。なるほど、うん、そうなんですよね。だからまあそうやって小野伸二選手の周りにはいろいろないい大人がね関わってたので、まあすごい才能ではもちろんあるんですけど、それをちゃんと生かそうとしてくれた大人に巡り会えてたのはやっぱり持って生まれた、これ大事ですよね、人を引きつける力もね、うん、あったのかな、うん、だって埋もれる天才とかいっぱいいますもんね、消えていく天才、ね、いっぱいいますよね、うん、そのコーナーもやりたいですね。ああちょっと悲しくなる感じがあるけどそうですね、うん、でまあ J リーグ入って、もちろんJ リーグで活躍するんですけど、その前に、うん、アジアユースっていう今でいうアンダー20のワールドカップかな、アンダー18今やってますね、18、20、うん、そうそう、あ、そうそう、今やってますよね。あれの前身となるワールドユースっていう大会があったんですけど、そこで、うんうんうん、準優勝で大会の MVP を取ると。すげえ、日本準優勝してたんだ。そうなんですよ、トルシエですよ監督。へえ。当時は日本代表からユースまで全部トルシエが監督をやってたので。いや、全部すげえ。そうなんですよ、忙しい。そこで、まあ、準決勝で累積のカードを貯めちゃって決勝は出れなかったんですよね、うん、なので決勝は出てないんですけど、なんでスペインに 0-4 やったかな、うん、で負けちゃって、うわ、じゃあちょっと出てたらまた結果変わってたかもしれないですよね。そう、出てたらちょっとねもっと面白かったかもしれないけど、うん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 、そうなんですよ。で出れずに準優勝、まあ、MVP を取れて、まあ、今順風満帆ですよね。でその後さっき言ってたフランスワールドカップに、うん、ヒロロさんの時にも言ってましたけど、うんうん、カズがね落選して、はい、代わりに小野伸二が入ったという、これもすごい巡り合わせやなとは思うんですけど、うん、18歳でワールドカップに出てますからね、最年少、未だ最年少かな多分。へー、うん、すごい。そうですよね、そうですよね、うんうん、そうそう、だからカズの代わりなんで背番号も11番で出てましたね。うーん、うわー、かっこいいなそれ。そうで、あの股抜きですからね、んファーストタッチであ
知らないですか、セラビさん、小野伸二の、はい、ワールドカップデビュー戦。いや、デビュー戦というかもう、あ、知らないですか、あれ、タイ君も、うん、知らない知らない、あらあら、これまた貼っといてもらわなかいと概要欄ジャマイカ相手に動画貼っときましょう。そうですね、ジャマイカ戦で後半途中から出てきたんですけど、いきなりファーストタッチで相手の股を抜いたりとか、すごい視野の広いパスを出したりとか、もう存分に小野伸二らしさを発揮するという18歳。まあ、これもワールドユースの経験もあったんでしょうけど、まあ、世界でずっと戦ってたんでね、まあ臆することはなかったのかなと思いますけど、うん、すごい活躍を順調にしてますよね。めちゃくちゃ順調ですね。ね、順調ですが、今度シドニーオリンピックね、予選で、うん、あのフィリピン戦、ここであの大怪我をしちゃうんですよ。左膝靭帯の断絶という大怪我。これでね、あの本当になんか今まで見えてたものが見えなくなったっていうふうに小野伸二は言ってますね。うわー、視界まで変わっちゃうんですね。まあ動きが変わるからそうか。本当にもう全て世界が変わったっていう感じらしいです。だから天才の見えてたものが見えなくなったので、うん、まあその失望は多分すごかったと思いますけどね。でもなんかこれも、ね、あの、うん、過去の恩師、高校やったかなの時の恩師はちょっとあの時の信二は、まあ、調子乗ってたじゃないけど相手に対して、うん、舐めたようなプレーをしてたらしいですね。あ、本心にはそう見えたらしい。で、それもあって、あの試合をね11対0で勝ってるんですけど、はい、その状態で、そうだったんだ、うん、危険なタックルをされるって本当にもうなんてことだっていう、絶対なくていいやんっていうプレーが、うんうん、そういうのを招いたらしいので、うん、まあ、多分それもあってそこからの小野伸二は、まあ、人間的にもう一段階強くなったり大きくなったりしたような気がしますね。うん、大きなターニングポイントですね。うん、そうですね。これがなかったら本当にね、あのこれみんな言ってるんですけど、やばい選手になってたと言ってました、ね、でしょうね。うん、あのラモスさんいますよね、ラモス類、うん、ラモスが言ってたのが、日本で天才がいるとしたら一人だけ、小野伸二、もし怪我をしてなかったら化け物みたいな選手になってたって言ってますよね。見たかったな。いや、そうなんですよ、これはね本当にね見たかった、見たかった、ね、見たかった。だからこれ、うん、ねどうなってたのか、ね、まあ仕方ないけどね。ダン、うん、トツですよね、怪我ない世界戦見たかった選手、ダントツナンバーワンですよね、多分。ダントツナンバーワン。小倉とかは全然火じゃないよね。小倉知ってますよ。小倉知らんか。僕も知らないな、小倉。小倉高志やったかな、高文やったかな、うん、あの同じく J リーグで怪我して、なんで俺がっていう名言を残した小倉選手がいるんですけど、知らないな。まあちょっと置いときましょうか。はい。そうですね。はい。だから小野伸二は、で、まあ、そこからちゃんと怪我から復帰して、で、うんうん、フェイエノールトっていうね、オランダのチームに移籍をしたりとかして、ヨーロッパに進出すると、ですね。うんうん、フェイエノールトはオランダのチームなんですけど、まあ、そこでもいろんな、世界的な選手と一緒にプレーをして、うん、どの選手もどの監督も、うん、もう絶賛するという小野伸二。まあ今ちょっと古い選手ですけどね、あのファンペルシーとかスナイデルとか、うん、トマソンとかカイト、まあ、オランダ人ですけど、みんな今までカイト懐かしいな。スナイデルは今まで対戦した一番上手い選手はっていうインタビューに即答で小野伸二だねって答えてますね。そうなんだ。オランダ
うん、オランダ代表10番スナイデル選手とか、ファンペルシーも、小野は天才、オランダ代表で小野より上手い選手はいなかった。オランダ代表ですファンペルシー上手いだろう。そうそう、自分見てないじゃない、ね、ね、トマソンも呼んであるトマソンね、トマソン選手も彼のおかげでサッカーばかりでなく人生に対する考え方が変わったって言ってみたり、カイト選手はセイドルフっていうね、ミランにもいたかな、セイドルフ、うん、いました、いました、うん、セイドルフを見た時よりも衝撃を受けたって言ってますね。へえ。ペトロビッチに至っては一目で規格外だと分かったと、両足を使い激しいプレスも涼しい顔で、マラドーナを見てきた私が見てもシンジのテクニックは並外れたものだったって言ってますね。いいなあ、言われて、まあ、言われたいね両利きって言ってましたね、そういえば。あ、そうそう、そうなんですよ、両足を自在に使える選手なんでね。で、まあ、フェイノールドで一時代を築いたんですけど、まあ、そこからステップアップできずに、うん、あのビッグクラブに行けなかったタイミングを逃したりとかもあってね、うんうん、まあ、また浦和に復帰する形で日本に帰ってきたんですよね。それが2006年かな。で2006年はドイツワールドカップがあった年なんですけど、オーストラリア戦かな、勝ってる試合の後半出て行って、うんうん、小野が入ってから10分で3失点で逆転されるという、そんなことがあったんだ。そうなんですよ。で当時は、まあ、ちょっとまあ下降気味というか、ピークを過ぎた感じの、まあ、小野選手に対しての印象を日本代表の中ではまあ持たれてたので、まあ、これを機に、あ、小野の時代は終わったと、うん、感じを、印象を与えたかなっていうところですね。で、まあ、ちょっと代表ではちょっと陰りが見えたというかいう感じになってきて、で浦和でも天皇杯は優勝したんですけど、まあ、守備重視の監督のもとスタメンを外れることも出てきて、うん、まあ、ちょっとそうですね、落ち目じゃないけどなってきたところですね。で、まあ、もう一度、そうだったんだ。そうなんですよ。でそこからよくね、あの当時もあったんですけど、もう一回海外に一ランク下げて海外のチームに行くっていうのがその時の当時もあって、うん、でボーフムというチームに行ったんですけど、うん、あ、今あれですか、浅野がいるところですかね、あ、かな、うんうんうん、うん、そうそう。でも、日本代表で、その時もまた岡田監督、当時小野を18歳でワールドカップに連れて行った岡田監督から、うん、ちょっともう小野はないよねって遠回しに言われて、そこからはちょっと日本代表へは行けなくなった感じですね。そっか。だから呼んでくれた監督に、まあ、うん、外されて代表は終わったっていうところですね。でそこからは、昔から、好きだった地元の清水エスパルスに行ったりとか、あとはウエスタンシドニー、あのオーストラリアの、うん、に行って、そこではね、デルピエロとチームメイトだったみたいですね、うん、そういえば行ってましたね。そうそうそう、ここら辺からですね、でようやく、うん、あ、認知し始めたの、認知し始めた、エスパルスぐらいから認知して、あー、そっか、昔めっちゃすごかった選手だっていう、ね、なるほど、ね、僕らからしたらね、もうエスパルスのユニフォーム似合わないこと、もう見た目が全然、もう全然しっくりこなかったね、あの時も。ああ、そうなんだ。へえ、うん。で、まあ、そこからまた日本に帰ってきて、2014年、うん、コンサドーレ札幌に入りますと。ああ、そっから札幌にいるんだ。いや、そこでね、ずっといたんじゃなくて、一度ね、FC 琉球に入ってますね。うん、ああ、そうだったんですね。へえ、うん、沖縄の。そうそうそう。で、この時僕、あの、J2 やったかな。うん、で、京都サンガも J2 やって、FC 琉球の試合に小野が来るかもしれんと思って見に行ったら、うん、もちろん招集外で見れずというあ、招集外だったんだFC 琉球とか全然誰一人知らんけど小野伸二見に行ったら招集外っていうね、
あらららそういうこともあり、でまた2021年にコンサドーレにもう一度復帰をすると、うんうんうん、でそこで2022年に、うん、コンサドーレと生涯契約を結んでますね。だからもう、まあ、そうなんですね、うん、子供たちのこともあるからだと思うんです。家族とかね、もう多分札幌に骨を埋めるでしょうね。じゃあもう引退は札幌でコンサドーレでするってことですかね。そう、うん、多分ね、生涯でなんかあの札幌の、偉い人は指導者なのかフロントなのかは、うん、まあ、本人と話しながら決めていくみたいなことを言ってたので、ああはい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 、うん、もう札幌で生涯かなって感じですね。ああフロント入るのいいですね。うんうんうん、いいと思う。指導者どうなんですかね、そういう天才系の指導者って。あ、そうそう、僕もそう思ったんですけど、その小野伸二的には、うん、もしも指導者になったら選手のさまざまな可能性を見てあげたいし、そういう類のことが好きだって言ってるので。あ、そうなんだ。うん、だからもう興味もあるみたいですね。へえ、楽しみですねこれからの。いやそうですね、小野伸二はね、うん、いや本当にいつも笑ってるからね。へえ、笑顔、うん、そのイメージありますね。ねえ、たまにですよ。フロントってどんなお仕事ですか？お、めちゃくちゃいい質問じゃないですか。バルサでいうピケが行こうとしてるとこなんですけどあの現場で指導するというよりは、まあ、経営とか運営とか会社のなんか、うんうん、クラブの本当前線に立って、うん、まあ、現場も現場なんだけど、うん、営業マンみたいな感じですね、うんうんうん、とかなんだろう、広報活動とか、そうそう、違う、うん、ピッチじゃなくてピッチ外かな、ピッチ外で、うんうん、チームのために働く人みたいな感じかな。そういう話も本当したいですね、いつか。サッカークラブのフロントとか、うん、監督と選手とフロントの関係とか、はいはいはい、いつかしましょう、うんうん、いつかしましょう、うん、ね、小野伸二について質問してもいいですか？うんうん、あ、どうぞ。答えれるか分かりませんがいつから坊主なんですか？ああこれはね、あの、僕が高校、まあ、同い年じゃない同じ世代なんで、高校生の時はちょっと長かったんですよ。あの当時はあの髪の毛天然パーマなんですよね、小野伸二。チリチリなんですよ。で、まあ、今ではそんなこと言わないけど、当時はチリって呼んでましたね、僕ら。呼んでたんですか？呼んでましたね。愛を込めて。高校卒業してからずっと坊主なんですかね。高校の時はちょっと前髪だけちょっとだけ長かったんかな。想像できない。もう坊主の印象しかない。ああそうか、そうですね。でも結構長い時もあったりして。へえ、あ、そうなんだ。え、長いって長髪ですか？うんうん、普通の髪型というか、何ていうんだろう、うん、そう、それは知らなかった。ありましたね、うん、だからあの、天然パーマやから、うん、あのパーマかけたみたいな、うん、こんなおしゃれパーマみたいな感じの時もありましたね。へえ、ちょっと想像つかないのかもしれないけど、うん、じゃあ今は引退はしてないけど、コンサドーレ、うん、札幌の選手として、うん、そうですね、今も選手として、はい、うん、まあ多分試合はそんなに出てないと思うけど、うん、あの、2021年には天皇杯でゴールを決めて、最年長ゴール41歳で決めてるみたいですね。すごい。そうですね。そっか、試合出てないんですね。まあさすがにでも44歳とか3歳ではなかなかね、がっつりの活躍はむずいか。難しいかな。そっか、なんかコンサドーレ応援したくなってきますね。ねえ、うん、そうですよね、僕もそう思ったんですよ。ね、ミランみたいなユニフォームだし、確か赤黒ですよね白い恋人、うん、あ、そうね、入ってますね。かじゃあいつかゲストにお呼びいたしましょうそうそう、小野伸二呼びましょう、ね、お聞きの小野伸二さん、よかったらね
DM 待ってます。お聞きの新人さん面白いなそれ、うん、今後もあの好きな選手とか一人の方にフォーカスを当てて、うんうんうん、お話しする回をコーナー化したいなと思ってるんですけど。おお、うんうん、したいですね、はい、楽しい。ぜひコーナー名をあのリスナーの皆様から募集したいですねぜひ。あ、本当ですね。お聞きの小野伸二さんからもね、うん、そうですね、うん、あ、コーナー名、ね、え、コーナー、ね、このこういう感じのコーナーってことですね。はい、一人の選手にフォーカスして、うんうんうん、いいですね、楽しい、うん、これ調べるの楽しかったんでね。うん、あ、ですよね、好きな選手だしなおそら、うん、そうそう、あ、深く知る。次は大輝くんの好きな選手をお話ししてほしいです、ね、あ、わかりました、うん、楽しみ。じゃあ誰にするか考えておきます。はい、じゃあコーナー名も皆さん考えてください、はい、お願いしますお願いしますお願いします。じゃあ次回は すごいシンプルな質問というか言ってほしいんですけど、小野伸二のプレースタイルを。あ、プレースタイルね、ポジションとか、ね、天才天才プレースタイル天 才, 天才守備じゃないっていうことは、ね、なんかお話の中から伺いました。まあ、いわゆる10番的な攻撃的なミッドフィルダーですが、フェイエノールトでは守備的なミッドフィルダーとして活躍してたので。ああ、そうなんだ。うん、まあなんで天才、ポジション天才で大丈夫だと思いますそうですね、ポジションって羨ましいなその枠欲しいな。ね、ね、そんな小野伸二ですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、新コーナー第1弾は小野伸二選手でした。じゃあ次回は久しぶりに弱者の疑問コーナーです。次回の弱者の疑問コーナーは CL について疑問をぶつけたいなと思います。はい、おー、うん、おー、いいですね、はい、どんな質問だろう。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではまた来週楽しみに。来週楽しみに。楽しみに。それでは次の試合もお楽しみに。サカプルではサッカーが大好きなあなたからのお便りやツイートをお待ちしています。フラット3と楽しくサッカー話がしたい方はぜひ番組ディスコードに遊びに来てください。お便りフォームやディスコード、配信で話題に挙げた動画も見れるツイッターなどの詳細は番組概要欄をご覧ください。サッカーはシンプルだ、毎週土曜朝10時キックオフです。